介、皆様こんにちは。今回チャレンジしているのは、BTC スペクトルと、こちら以前ガンジニアで紹介しました MBSS マグネットボルトストップシステムのコンビネーションの試験機になります。こちら今ここに見えているのがセンサーのリードスイッチと呼ばれる磁力でスイッチの切り替えを行っているセンサーの一種ですね。こちらを使ってスペクトルには本来 ACU のホップチャンバーと組み合わせてボルトストップを機能させる機能があるんですけれども、そのチャンバーが入手困難だったり、あとは耐久性の問題ですね、といろいろありまして、今回この非接触式の磁力で検知するものをテストしています。マガジンにはこのようにリップにネオジム磁石を埋め込んであります。通常ですと、このように感知していない場合は普通にしてます。ここにこの磁石を近づけると打てなくなります。ここで感知しているわけですね。そしてマガジンチェンジのためにマガジンを外してセンサーから磁石を遠ざけると、このように再び打つことができます。そして打って弾がなくなっていくと、こう近づけて、ここで止まるようになっています。以前紹介した MBSS のように、このボルトストップでストップ解除するような機能はありませんけれども、このように簡単な加工で残弾ゼロの時にストップするという機能はつけることができます。